今日はルービックキューブの続きをやっていきたいと思います。もう少しで揃います。
とは 3×3 の方法でやるだけです。いよいよ最後です。
じゃあ今日は揃ったので終わりにします。ありがとう。今までのご視聴ありがとうございました。